はい、金城まりなの金まりチャンネル。上なんか見ました？いや、なんかちょっといつもより照明が暗いかなって一瞬だけちょっと思っただけです。思いましたけど、画面で見ると大丈夫そうですね。はい、はい、安心していきましょう。ということで、この時間はスタジオ担当の女性アナウンサーが独断と偏見でおすすめのものを紹介していくコーナーです。はい、早速今日のテーマはこちら。対象年齢6歳から99歳、おうちで楽しもうパズルで脳トレしてみた。100歳の方はどうするんですか？そういう細かいことは気にしない。はい、グッチーさんは OK です。100歳の方も挑戦しましょうですね。パズル、はい、パズルでございます。はい、こんな感じのパズルがありまして、4種類のパズル、脳トレーニングとありまして、まあ、あのマッチ棒だったりコインだったりパッペトミス青春ナゴなんていうのがあるんですけど、4種類。そうそうそう、しかも1つ50問以上あるので、全部で230問。うわー、なんかお得って感じ。お値段以上って感じ。お値段以上パズルって感じでございます。相当楽しめますね。はい、そういうことです。はい、でグッチーさんにはまずね、清少納言というのにチャレンジしていただこうと思います。はい、こうやってね、形にパズルを組み立てていくんですけど、はい、こうやってね、7種類の形の違うパズルが入っていまして、ね、これを全部使ってお題となっている絵に組み合わせていくというものです。早くお題言って。はい、早速やりましょう。じゃあこちらです。じゃーん、お題飴玉でございます。飴玉、用意スタート。飴玉、頑張って。これがじゃあ端っこかな。ほう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 、端っこで。なるほどね、そういう戦法ね。これが、はいはいはい、こうで、はいはい、こう違うか、こう違うな、こうで、こう、あ、違う違う違う、こうで、あ、ハムできてるような、できてないの、違う、あ、ってことはこうで、こうで、イエーイ、今の流れおさらいしますと、はい、はい、こちらですね、私の手元を映してください、はい、さあ、ルッチさんナイスです。先にね、今のこうやって最初の間違え方も良くなかったですか？間違え方も良、かったかな、私の当たりません、はい、こうやって先っぽありまして、でここがね、あ、ちょっと上に来ました、上に来て、はい、で斜めのをここに置きます、はい、そしたらこの四角が真ん中に来て、ここを下に組み合わせて、こういうことでございます。いやー、なんか今ちょっと上がってきました。今テンション上げー。いやいやいや、楽しいですね、パズルね。素晴らしい、いいね、55歳頑張ります。55歳さすがです。はい、でこの清少納言っていうのは、あの温泉の旅館とかに地域パズルあるのご存知ですか？ あの木製でありますよね。あ、そうそうそう、それそれそれ、木製の。それが清少納言知恵の板っていうみたいで、まあ、なんで清少納言かっていうと諸説あって、まあ、うん、頭がいいからとか、あの地域テストを考えたとか、そういういろんな説があるみたいですよ。楽しいです。すごい楽しくなる、ね、できると楽しくなる。なんだろう、小さなできるを積み重ねていく感じ。子育てと一緒ですね。ですね、はい、さあその調子でいきましょう。次はマッチ棒、はい、マッチ棒はね、よく見るんじゃないですか。グッチーさんの方にもね、あると思いますが、これを動かして、計算ですか？はい、グッチーさんの方には計算のお題をご用意しました。こちらです。5+6=3。マッチ棒を1本動かして式が合うようにしてください。よいどーん。1本、これひらめく人はね、シュッて一瞬で終わる時もある。お、ちょっとずつ、あ、わかりました。はい、ひらめきました。ピンポンピンポン、すごい、やりますね。いえ、やりますいいね、55歳グッチいいね、ひらめくね、今日は。今日6時台もグッチさん調子よくいきそうですね。いや、ね、いけますね。あとはしゃべりで噛まないことですね。そこは全然別かな。楽しい。これ一応今のおさらいしますと、はい、まあ、分かったとは思うんですけど、はい、この 5+6=3 のプラスの部分の縦棒を、これ5を9にして、9-6にして3ということで、お見事でございました。小学校の時マッチ棒は散々確かにやりました。懐かし
しくもありますよね。本物のマッチ棒でよくやってました。はい、皆さんもビバリー4種のパズル脳トレで気になる方は検索してみてください。お値段以上パズル決まりちゃった。